皆さんこんにちは。法統学院学習ブログのトシです。小学校6年生の算数、今回はいろいろな変わり方についてお話します。変わり方の中でも特に伴って変わる2つの量、これについて説明します。身近なところでは、例えば1個120円のリンゴ1つ買ったらお店に120円払います。2つ買ったら240円、3つ買ったら360円払いますよね。このように買った個数が増えると払う代金も増えると、ね、個数が増えると代金も増えると、このような変わり方をします。他には、例えば1000円を持って買い物に行きました。その時200円のものを買ったら残っているのは800円、400円のものを買ったら残っているのは600円、700円のものを買ったら残っているのは300円、買った品物の代金によって残っているお金変わってきますよね。こういうもの、片方が変わるともう片方もそれにつられて変わると、こういうものを伴って変わる2つの量と言います。他に3つここでは取り上げています。どんなものかを確認しておきましょう。まず面積が12平方センチメートルの長方形の縦の長さ、横の長さです。ここに表にしてあります。縦が1センチ、2センチ、3センチ、4センチ、6センチ、12センチ、この時じゃあ横は何センチになるのかと。長方形の面積は縦かける横ですよね。ですから縦と横をかけたら12になるように、ここに数字が入っていきます。縦が1センチだったら 1×12 が12です。12ですからここに12個入ります。縦が2センチだったら2612ですよね。ですから横は6センチとこうなりますよね。縦が3センチだったら3412なので、横は4センチに決まってきます。縦が4センチだったら横は3センチと、縦が6センチだったら横は2センチですね。そして縦が12センチの時、これは横は1センチと、このように決まっているわけです。2つ目は1日の昼の時間と夜の時間の長さです。1日は24時間ですよね。これを元にして数字を決めていきます。表の上が昼の時間、下が夜の時間になっています。昼間が10時間だったら、夜は1日の24から10を引いて夜は14時間になりますよね。これ合わせて24時間になるんですからね。昼が11時間だったら、夜は 24-11 で夜は13時間、昼が12時間だったら夜も12時間、ね、春分の日、秋分の日はこの12時間12時間になりますね。そして昼が13時間だったら夜は11時間、昼が14時間だったら夜は10時間と、このように昼の時間と夜の時間、組み合わせができるわけですね。さて3つ目ですね。ここで紹介する最後です。時速 40km で走る自動車の走った時間と道のり、この表の上の段には走った時間、単位は時間ですね。そして下は走った道のり、単位はキロメートルになっています。この自動車、ね、実際にはね、信号で止まったりとかね、ゆっくり走ったり速く走ったりするんで、一定なわけはないんですけれど、この算数ではもう一定に走っている場合のみを取り上げます。時速 40km の意味は1時間に 40km 走る、そういう速さなんですね。ですから走った時間が1時間だったら1時間で 40km 走るわけですね。道のりは 40km になります。2時間だったら 40km で、2時間で 40×2 となって、道のりは 80km、 3時間だったら 40×3 で
資産120ですね、 120km 道のりはこうなるわけです。4時間だったら 40×4 で四死160km 走るということです。このように伴って変わる2つの量というのは、片方が変わったらそれに伴ってもう片方が決まってくる、こういうものなので、これを覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。